オリベンサは、スペイン・エストレマドゥーラ州、バダホス県のムニシピを、ポルトガルとの国境に位置する。オリベンサは、グアディアーナ・川東岸に位置し、バダホスの南2 4トル地点にある。ジャーノスでオリベンサ郡にあり、その中心自治体である。また、オリベンサ司法管轄区の中心自治体でもある。バダホス、バルベルデ・デルガネス、バルカロータ、イゲーラ・デ・バルガス、アルコンチェル、 タリーがアランドアル・エルバスの各自治体と隣接する。オリベンサは1297年から1801年まではポルトガルに属しており、そのためポルトガルはスペインの主権を認めていない。オリベンサの町の起源は13世紀半ば1230年以降にこの地を授けられたテンプル騎士団による再植民に始まる。 セッションマリアデモリーナ時代の1297年、アルカニセス条約によって、ポルトガルをディニス一世へオリベンサの領有権が譲渡された。1297年以来ポルトガル領であったが、1801年のバダホス条約でスペインに割譲され、バダホス県に編入された。1815年のウィーン会議でポルトガルは、バダホス条約の取り消しとオリベンサの返還を求めた。 現在、同地域をめぐっての紛争は起こっていないが、現在でもポルトガル政府としては、オリベンサの返還を求めている。言語学者レーテデバスコンセイロスによると、19世紀末には、オリベンサの住民は二言語併用者であったという。市街地から離れた集落の住民たちは、ポルトガル語のみを使用していたが、1960年代には、集落においても二言語併用状態となった。 また、市街地においても1940年代までは、ポルトガル語が優勢であったが、これ以降の世代はスペイン語で話すことを子供たちに教え始め、21世紀の現在、1940年代以前に、生まれた者同士の会話で話されることはあるものの、この地のポルトガル語は事実上消滅してしまった。ありがとうございます。